釣りが好きやねん、イワシがかかりまくって落ちないも下に。来てるね来てるね。おお入った入った。ああ青もんです。青もんです。また青もん。引きの具合はどう？え？ハマチやろ。なんか浅いからめっちゃ引くね。もうタイがいらんのやん。いじめた。オッケー、Thank you。あ、なんか俺も坊主じゃなくなった。はい。はいはい。はい。店で。おお。おお。あ、今の撮ってなかったんじゃん。撮ってない、せっかくのそれまで撮っといてさよし、やっちまおうか。ちょっと暴れるからおとなしくさせます。あ、針なんかかかってませんよ。ほら、なる魚がね。あれ、あそこから10メーター、人間に釣られてるんじゃないの。17メーター、あんま釣らけ、釣られてることに気づくのは、表面でタモ入れする瞬間。その時にいかに魚にストレスを与えない、はい、うん、俺もうそっちすら向いてないでしょ。そうだ、魚も安心してるわけ。あ、今そっとにしなりが全然もう、ほらもう全然引かないもん、ね、すごい。さっきまで暴力的に引いてたやん。引いてました。それを安心させてあげる。もう上がってきましたよ。もう上がってきました。安心しまくった。ここら辺でいきなりバレさせる。はい、あなた釣られてましたよ。あなた釣られてましたよ。はい、これ早い。これかけたりしてます。だから まだ何が起こったか安心してるんですけど、彼は安心してる。 なんかこう、あの、あったかいものに包まれてる。これから多分釣り界の主流になるでしょう。リラックス調法。魚も人もリラックス。おやい。でも今日俺が使ってるこの竿、ま、新しいその落とし込み用の竿で、ま、アルシエラ落とし込み、はい、島野さんのこれいいわ。あの、しっかり竿自体が大きな魚に対応できるぐらいしっかりしてるのに、竿先がすごい敏感なんで、ベイトの当たりがすごく分かりやすい。それでいて大きな魚がかかった時にグッと深く食い込む感じがして、非常にこれ俺はすごい今回使ってみてやりやすいなと思った、うん、割れにくい気がする。突然の強い引きにも竿がこういなしてくれるから、結構オートマチックに魚が上げてこれる感じがする。巻いた方がいいです。巻いた方がいいです。来てる来てる来てる。まだ。ああ、来てるね。来てる来てる来てる。タイかもしれない。ゆっくり巻いて。タイやこれ。おい、ガキ、今日タイまで釣っちゃったらお前。会社入って初めて役に立つ。もういいよ。いや、待ってください。うさうさ。でもめっちゃ軽いんですけど。味ちゃうな。食べれそうな味。おさん、おさん、僕用意してあげないです。え、あ、これぐらいは別に逃げてもいい。これはキープやな。ガキなし。やっぱアジやってんの。
ず青もん10本行こうか。あー、また青もん行く。だいぶ上がったね。やめてください、やめてください。あが、ちょっとこいつは大変や。やろうか。だねんねこころりくん、あなたは眠夢の中、人間なんかに釣られるわけがないです。そうそう、いい子ですよ。そうやってすんなり上がってきなさいよ。ここらで起こしましょうか。ほっ本当に起きる、起きる起きる。はい、お願いします。さあ3匹目ですね。はい、はい、ちっちゃいハマチでもイワシ食ってるから丸々太っててうまいよ絶対。もう2匹ついてる。嘘、なんか重いと思った。本当や。いいね、手上げて。決まった。なんか重いと思ったんだよ。はい、えい、ダブルヒダブルヒ。ちっちゃい、ちっちゃい、お前ちっちゃい。ガキやるな、5本目今日やるじゃん。あのちっちゃいの入れたら。バレました。バレました。あと1本なのに。はい。青もんです。とりあえずこれで釣り好きメンバーだけで2人で10本。さあ。じゃあ今からこれを無事に釣り上げて、はい、今からちょっといつもとは違う、最近ちょっと落とし込みやりすぎてるんで、そうですね、あのタコ釣りちょっとやって帰りたいと思います。ちょっと釣れ、上がったよ。はい、ちっちゃい。はい、じゃあ見事10本。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、バッサリ。よいしょ、逃がします。ブリになって帰ってこい。ほら、逃がしてあげるよ。もう、アホなやつに釣られんなよ。今日、ありがとね。はい、今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、まあ、今度ね、1週間後ぐらいかなにちょっと、スペシャルゲストをねちょっと呼んで釣り行きたいと思うので、まあ、今日のちょっと
釣りはまあ下見といった感じで、まあ今まで釣ってなかった新しいポイントで、今日は時間はかかったけど、まあ10本あげれたんで、まあまあなんか収穫はあったかなと、ちょっとちょっと落とし込み多くないですかっていう感じで、ただまあ次のゲストの時はまあ落とし込みが一番やっぱ確実やから簡単やしね、あれは初心者、なんか初心者の方も来られるとのことなんで、まあね、イワシを釣ってそれに食らいつく大きな魚を狙うっていう釣り方はやっぱちょっと楽しんでもらえると思うんで、まあ、それでやっていこうかなと思ってます。ちょっとでももうちょっと俺今年この夏の落とし込みも満足ですわ。もっとちゃんとタイラ、まあ、タイ狙うとかね、タイラバとか、あと、まあ、オニアジばっか狙うとか、はい、で今まあひろちゃんがなんか何やってるんですか、あれ竿のメンテナンス一応タコ釣りやってるタコです、うん、まあ、あれは厳しいだろうから、うん、まあ帰りにこうやってタコ釣り、ちょっと今日波風が強すぎてタコ釣りって潮が止まってる時しか立たんで、こんだけ風強いとやっぱちょっと釣りにくいんで今日はやめましょうね。はい、じゃあ今日は見事、落とし込み大成功でこんな感じで、まあ今日はちょっとこれで終わりましょう。終わりましょうか。はい、次回の釣りスペシャルゲスト。ご視聴ありがとうございます。おすすめの動画はこちらです。インスタやグッズ販売の情報は概要欄をご覧ください。チャンネル登録よろしくお願いします。